ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW ミニクラブマンジョン・クーパーワークス、こちらをご紹介させていただきます。はい、もう僕と板尾さんコンビで紹介するのにもう持ってこいな車がやってまいりました。そうですね、はい、板尾さんも過去、はい、そうですね、乗ってましたですね、はい、これの前期型、前期型です、はい、乗ってましたし、はい、僕も一応ミニのメカニックを去年まで約10年間9年ぐらいやらせていただいてますので、はい、メカニカルなことは何でも聞いていただければ、そうですね、はいはい、ご紹介できると思います、はい、そんな車を今回見ていきたいと思います。でこの車が後期、そうですね、後期になります。型ってことで、はい、結構板尾さんの乗ってたのと変わりましたよね。そうですね、まあ、こうパッと見まず、グリルがちょっとそちらから撮ってると分かりませんかもしれませんが、結構なんかこうボコッと立体感出ましたね。立体感が、はいはい、出たグリルになってますね。そして ここがなくなったんですよね、これは。そうですね、はい、で全部こう全部グリルになった、グリルになった感じですね。でこれなんかちょっとクラシカルな印象で、そうですね、顔つきかなり変わりましたね。であとはまあちょっとこちらなんですかね、スポイラーというか、まあこう下の部分、この辺なんかのまるっとこう変わった感じですかね。造形はちょっと飛び出具合が増えたというか、はい、もう本当にこうリップスポイラー的な感じの作りになってきたのかな、レーシーになりましたよ、はい、と思います。でライトも確か変わってますね、はい、そうですね、変わってますね。ちょっとプロジェクターの形がこう横長になった感じですかね。あの前はちょっともっと丸っこい感じで本当に丸めっていう印象だったんですけど、楕円が入ることによってまた印象がだいぶ変わってきたかなと思います。こう全体的なミニのこの丸いシルエットはそのままになんかちょっとそうですね、リフレッシュしたというか、した感じですかね。そんな顔つきになってますね、はいはい、でエンブレムなんかも途中からこの、そうですね、新しいこのタイプに変わりましたね。なるほど、結構変わりましたね。そうですね、おっと思っちゃいました僕。そうですね、はい、こんな顔つきになってる、はい、で今回のお車は、はい、プチカスタムというかちょっとカスタマイズされてるってことで、そうです、今回ちょっとワークの19インチの、ホイールが入っております。結構個性的ですねこれ。そうですね、まあちょっと内っぽくないというか、そうですね、はい、ブロンズの多分前オーナーさんのこだわりの、そうですね、こだわりで入れてらっしゃるんですけどね。ブロンズリムのマットディスク、そうですね、これちょっと個性的な、はい、あと、はい、ちょっと車庫帳入ってるんで、そうですね、オーダウンも結構、そうですね、結構下がってますね、下がってますね、はい。クラブマン純正って結構車庫高いんですよね、はい、はい、グーが入っちゃうぐらいの、入りますね、はい、車庫の高さなんですよ、はい、なんでかなり 4,5 センチ多分下げてあるんじゃないですか。下げてありますかね。で車外の車庫帳も入ってます。車外の車庫帳になってます。僕的には足元は、はい、ちょっと違う方向にしたいです。そうですね、はい、これまた、はい、はい、ちょっとその辺はご相談乗れますので、はい、ぜひぜひ、はい、後半にもうちょっと、はい、そんな足元になって、はい、そしてジョン・クーパーなんでしっかりジョン・クーパーのサイドスカットルもついてて、はい、そして板さんここも変わったの知ってます？後期で。そう、この前ちょっとうちの佐々木と話をしてたんですけど、佐々木もクラブマン乗りなんですけど、はい、あれなんかミラー形変わりましたねって話をしてて、もともと丸っこかったのがちょっとこ う角というか、はいはい、プレスラインというかこのラインが入りましたね。ちょっとスポーティーに、これ多分なんですけどこっちも変わってるんですけど、中もレンズもそうですよね、いけるのかな。でもちょっとこの辺も僕的にはおって思う、はい、そうですね、なんかだいぶ厚みが出たっていうか、何ですかね、比べると結構違いますよね。結構違いますよね、ナミラになってると、はい、後期かっこいいですねやっぱり、はい、はい、至る所がフロントサイドリア結構違う、ね、そうですね、まあ後でリアも紹介すると思うんですが、まあ、そちらもだいぶ変わりましたので、はい、なるほど。そして今回のお車は本当にプチカスタムということで、この窓枠に、そうなんです、はい、ラッピングとドアの取っ手のところがラッピングと、はい、そうですね、多分なんですけどこれおそらく前のオーナーさんが自分でやられたのかなっていうところで、ちょっとこう浮いてきちゃってるところがありますんで、はい、これまあ剥がしていただいてお乗りいただくか、ね、もしくはうちの方でしっかりとこう再施工させていただいた方がいいのかなっていう気はします。ちょっと用を手直ししたい部分です、はいはい、僕的にも。そして後ろも同様にワークの19インチ、はい、結構このボディサイズからすると大きく感じるんですけど、純正オプションが19インチなんで、そうですね、19になってますからね、結構マストなサイズではありますよね、はいはい。そして、まあ、ジョン・クーパーなんでしっかり後ろもキャリパーが赤くなってたり、赤く塗られてますね。そしてリアでございます。後期といったらこれですよ。そうですね、まずテールっていうのが一番の特徴的なところかなと思います。ちょっとユニオンジャック柄というか
これモデル全部共通化されましたよね。はい、スリードアもクロスオーバーも、はい、この辺、まあ、好みは分かれるところだと思うんですけど、僕は新しさがなんかこう強調されてて好きですね。はい、そうですね。こう結構後から これにしたいってお客さんも多分ツッチのところも多かったと思いますし、はい、私どもにもやっぱり後期に したいんですけどっていうお話いただきますので、新しく見えますよね。まあ、そうですね。これだけでイメージがだいぶ変わってくると思います。そしてこの辺は多分純正オプションのブラックレター、はい、はい、黒のクラブマンになってて、まあ、ミニのエンブレムなんかとか、そうですね、剥がしてなんかは全部剥がしてある。そうですね。結構こう後ろから見ると結構ごちゃごちゃ純正したイメージがあるので、 そうですね、まあ、その辺をこうすっきりさせたっていうところになりますかね。そしてリアのバンパーの形もガラッと変わりましたね。はい、大きく変わったかなと思います。これかっこいいですね。そうですね、ここの縦のスリットっていうか、はい、これなんかすごくかっこいいなと思って、ちょっと割と今この縦のやつって他のメーカーさんもそうですけど、ちょっとスポーティーなこうグレードになると大体こういう形状のものが、確かに、はい、AMG とかもそうですけど入ってたりしますので、まあ、その辺をこう追従してきたのかなっていう感じですかね。でこの辺のデザインもまるっきり変わってて、はい、そしてこの辺のディフューザー形状が強調されました、ね、はい、これリアすごくかっこよくなってますよ。変わりましたね。もっと前回 の前期型っていうんですかね、もうちょっとこう何ですか、こう角を強調しないような丸いこう全体的な流れを組んだデザインだったと思うんですけど、まあ本当にちょっとこう角の部分をこう強調しながら丸みも持たせてということで、だいぶ本当スポーティーな作りになってきたかなと思います。そうですね、この辺なんか本当に角が強調されてますね、はい、角っていう今までのミニにあんまりなかったないですよね、ボディラインになってるなっていう、そんな印象です。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、伊藤さん張り替えましょう。やっぱりそうですね、ちょっとひどいですねこれね。そうですね、はい、まあ、メッキがいいよっていう方は剥がしてもらえればメッキのままでもいいと思います。多分なんですけど、はい、ミニオーナーさんって結構こう自分でいろいろカスタムされる方多いんですよ。そうですね、はい、でまたそういうのができる小物とか、はい、それこそこういうここだけ そのテープとかも売ってるんですよ。はい、なんでおそらくご自身でやられたんじゃないかなっていう、はい、ちょっとその辺はやり直しおすすめポイントでございます。はいはい、そしてコンフォートアクセスしっかり当然ついてございまして、はいはい、内装かっこいいじゃないですか。はい、これ僕後期型出る前に、メカニックから YouTuber になっちゃったんで、はい、じゃあこちらは実際いじったことがないですね。ないです、はい、ないです。今日初めてまじまじ見ました。そうですか。これ内装すごくかっこよくなりました。はい、なんか基本的なこうレイアウトというかデザイン変わってないですけど、そうですね、変わってないですけどね。シートのこのグレーのところとか、はい、あとナビのコントローラーとかもちょっとデザイン変わりました、ね。はい、変わりましたね。あとはまあシフトレバーですかね、大きく変わった、はい、あ、なるほど、ちょっと新しいですよね。そうですね、そんなのになってると。そしてジョン・クーパー一番上のグレード、なおかつスパルタンなモデルですから、はい、やっぱりシートのこのホールド性も、はい、バッチリじゃないですか。バッチリですね。この張り出しを見ていただくとちゃんとサポートしてくれるんだなっていうシートにはなってると思います。そしてハンドルもしっかりジョン・クーパーなんで、ジョン・クーパーのロゴが入って赤いステッチが使われてて、はい、いい感じでございます。こう乗ったらこうもう走り出したいっていう風になる車だとは思いますね。なるほど、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。はい、伊藤さんこれです。どうですか、間違いない。久しぶりに思い出しました。調整は、まあ、手動で上げ下げとリクライニングと、はい、本当にシンプルな感じです。ただ F 型からここが伸ばせるようになったんですよね。そうですね、はい、何ていうんですか、これ何サポートっていうんですかね、何て言うんですかね、はい、これすごい楽ですよね。楽ですね、はい、これもしっかりついてると。そしてハンドルのデザインなんかは、まあ、変わらずですよね。はい、パドルもしっかりついててマルチファンクションもしっかりついてて、ジョン・クーパーのロゴもここ、普通のクーパー S とか他のモデルとここ、ジョン・クーパー違うの知ってます？え、そうなんですか。これ流用しようと思ってもできないんですよ。形こんな感じじゃなかったですか？いや、ここのデザインというか微妙な造形が違ってですね、流用しようとするとここが浮いちゃうんですよ。ダメなんですか？そうなんです。なんかもうパッと見同じようにしか見えないじゃないですか。はい、はい、実は違うんです。あ、それは試したってことですね。試しました。そういうことですね。なんでこの辺も専用のパーツがついてると。そしてメーターは一番最新のあれですかね、はい、ジョン・クーパーじゃない、クラブマンはまだかな、一番最新の液晶の楕円のメーターですよね。楕円のそうなってますね。でこのメーターになってると。でもこれも種類あるの知ってます？え、これ実はどういう種類ですか？はい、
この燃料の、はいはい、これが LED でこうつぶ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 ってなってるやつと、はい、こういう一体のこの表示のやつとあるんですよ、はい、これが中期なんですよ。あ、これ中期なんですか。そうです。全然知らなかったです。クラブマンも確か一番最初、はい、クラブマンは全部これかな。いやいやいや、クラブマン僕の乗ってたやつはここ違いましたね、はい、こうつぶつぶつぶ、あ、ごめんなさい、ですよね、はい、でした、はい、一番最初のはそれなんですよ、はいはい、っていうメーターが。そしてちゃんとチェッカーフラッグが、これもジョン・クーパー専用のメーターなんでいいっすよね、この辺。そうですね、演出がうまいです。そして全体的にこうダッシュボードはヘッドアップディスプレイもしっかりついてて、はい、こうダッシュボードはこのこれがつながるデザインなんですよね。あのこのラインというかあれですね、モールが、はい、グルッと一緒に、ね、一周回ってきて、はい、このセンターのディスプレイですよ、ミニといえば。この辺もしっかりついてると。でエアコンはもうなんかもう超わかりやすい、わかりやすいですね。はい、まあ、なんか昔ながらというんですかね、なんていうんですかね、これこの辺いいですよね、はい、シンプルで分かりやすくて使いやすいですよね、はい、でシートヒーターだったりもこの辺でしっかりあって、モードの切り替え、そしてエンジンのスタートがミニの場合真ん中になると、はい、そしてシフトがこのこれですよ、新しいやつ。そうですね、新しいやつですね。これちょっとパーキングは僕ちょっと慣れないなっていう、まあ、この辺もあります。そしてここは新しくなってますよね。ダイヤル自体がなんかちょっとちっちゃくなりました。そうですよね、このオレンジ色もついて、はいはい、ちょっと操作感も少し変わってます。そしてドリンクホルダーと、あとこれあれなんですよね、 AUX がなくなっちゃったんですよね。あ、そうですそうです、はいはい、USB だけになったと。ただこれ AUX を増設する、社外品もあるんで。あるんですか、はい、あります。あと後付けで地デジをつけたいとかって言った時はできちゃいます。そしてこっちに戻ってきて、アームレストはこの2段の上の小物入れと下の小物入れ、はい、もうバッチリです、はい、そしてジョン・クーパーなんでピラーだったり天井はこの黒のファブリックで、はいはい、そしてここ穴が埋まってますけど、ここバイザー追加したりとか、はい、取って追加したりとか、はい、できるようになってるんですよね、はい。まあ、確か左ハンドル仕様の部品入れたりしてバイザー追加したりできるんじゃなかったけど、確かそんなのもついてると。いやー、もうちょっとなんか1年前のメカニックだった頃を思い出しました。懐かしいんじゃないですかそして板尾さん、これ純正オプションのドラレコついてるじゃないですか、はい、あ、そうなんです、はい、純正のちょっとあのミニのロゴ入りも、はいはい、がついてますね。お買い得ですね。お買い得ですね。なるほど、ちょっとじゃあオンにしてみましょうか。この辺の表示関係はミニテレビついてないんですよね。そうですね、これはついてないやつですよね。ついてない、はい、増設してないんでないと。でナビはまあ BM 譲りのかなり使いやすいやつじゃないでしょうか。こんな感じでございます。でメーターで一通りクルーズコントロールとオーディオの操作ができちゃう、はい、できますね、はい、でステアリングの調整は手動で、はい、チルトとテレスコが、はい、ついてございます。だからもうなんかこうよく言えば本当になんか分かりやすい全部。そうですね、エアコンもナビもこうシートの調整とかも、はい、もうとことんアナログじゃないですか、はい、だからもうすごく使いやすいです、僕的には。こんな内装になっています。じゃあ後ろの席もちょっと見てみたいと思います、はい、後ろはないんですよね。ないです、はいはい、でも僕なんか改造のブログで見ましたけど、はい、後ろにコンフォートアクセス追加っていうのをしてる改造もありました。あれですか、前のハンドルを移植して、これを移植してっていう形ですか、はあ、プログラム書き換えてとか、そのぐらいいじくり倒されちゃう車なんです。そうですね、はい、そして後ろのシートはこの F 型になってすごく広くなりましたよね。広くなりましたね、はい。まあ、リアドアが設置されたのもそうなんですけど、もうなんか感覚的に言うとちょっとさすがに3シリーズって言ったら言い過ぎですけど、そうですね、はい、本当に広くなりましたね、はい、ミニでも大人が普通に乗れる、乗れますね、はい、ちょっとザコーマックスで若干デブの僕がちょっと乗ってみます。それに追従する板尾もいますんで大丈夫ですか。本当ですか、はい、いやもう全然楽ちんです、はい、そして、まあ、シート今前出しましたけど、はい、前後は正直そんなにないですけど、上は僕175ですけど、全然上まだ拳1個分ぐらい。そして横は、まあ、本当に この部分ですよね、 BM と同じようにこれがついてますんで、はい、横は本当に
先代の5ナンバーの車幅からすると、はい、ものすごくゆとりが出ましたよね。出ました。さすがにでもちょっと5人乗るのはきついですかね、はい、ただ2人ぐらいまでだったら。そしてアームレストもしっかり、はい、ついてて、ドリンクホルダーもついてて、そしてエアコン吹き出しが一応操作こそできないですけどついてて、 USB、 あ、タイプ C2 系統になったんですね。タイプ C になりましたね。ついてると、なんでまあ必要最低限な装備はついてますね。装備はついてますね。そして小物入れもちょっと、はい、いい感じじゃないでしょうか。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。これクラブマンといえばこれですよ、はい、観音開き、はい、そしてこれリモコンでも開けられるんですよね、はい、トランクボタンを押すと開いて、もう一回押すと反対側も開くんですよね、はいはい、開けるのは手使わず開けられますね。そうですね、はい、閉めるのは手動です。そうですね、はい、でスペース的には、まあ、まずまずといった感じですよね、はい、そんなにこうやっぱり車はコンパクトですから、はい、とてつもなく広いわけじゃないですけれども、まあ、でも必要十分な広さだとは思いますね。そうですね、はい、そして下もありますからね、はいはい、だから結構頑張るといろいろ詰める。収納自体はある程度入りますね。ですよね、はい、本当にメカニック時代タイヤ交換されてタイヤ4本持って帰られる方なんかもいらっしゃったぐらいで、シート倒して積んでって詰めますからね。あとシート交換してシート2脚積んで帰られる方とかそんな方もいらっしゃるんですか。だから結構積もうと思うといろいろ詰めちゃう、はい、入っちゃうんですね。そんなトランクになってます。はい、じゃあ続いてボネットを見てみたいと思います、はい、BMW なんで、まあ、2回引きでそのまま開きます。エンジンルーム結構変わりましたね。変わりましたね。この辺のデザインとか、はい、ガラッと変わりましたよね。エアーのインレットが確かにこの辺も変わったし、変わりましたよね。でクラブマンはもう普通の3ドア5ドアよりこう幅のあるプラットフォームなんで、はい、まあ、ちょっとこの辺が寸法がちょっと大きくって、はいはい、そして純正でターバーが入ってますね。そして一番大きく変わったのはエンジン。エンジンですね、はい、なんとびっくり300馬力っていう。306になりましたかね。すごいっすよね、はい、前3割ぐらい上がったんですよね。上がってます。206いくつぐらいでしたか。230馬力とかなんかそのぐらいでしたよね。確かそのぐらいだと、はい、でもう僕からすると大丈夫なのと思うんですけど、はい、もう4駆ですから。そうですね、そこはあの安心していただいてよろしいかなと思います。ちょっと乗ったことないんですよ実は。僕も乗ってないですね、はい、もう本当にこの辺ちょろっと移動しただけで。でチューニングで300馬力ぐらい出てますっていうのは、はい、このありましたよね、はい、あるんで、まあ、ちょっとその辺がどれだけ違うのかちょっとかなり今日楽しみそうですね、はい、オンラインエンジンルームになってます、はい、じゃあ続いて点灯周り見てみたいと思います。お願いします。でブレーキが開けると下に切り替わると。そしてウインカーもお願いできますでしょうか。ウインカーも下に切り替わると。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。行きましょう。行きましょう。そうですね、もうなんかちょっといろいろ現在進行形で乗ってる方にはあれなんですけど、ちょっと僕離れて久しいんでちょっと懐かしく感じちゃうんですよ。もうあれじゃないですか、ウキウキもしちゃってるじゃないですか。これです、その感覚。毎日触ってた車はこれです。うわいい車だな。うわ足これちょっと変えたいっす僕結構こうやんちゃする感じの、見たらあれなんですね、あのピロアッパーのキャンバー調整もできるなんか車外のサスペンションになって。そうなんですね。多分キャンバーつける目的でこれにしたんじゃないかなっていう気がしますけど。確かに後ろ結構あれじゃないですか、タイヤバチバチになってませんでした。後ろはキャンバー調整できないんですよ。あ、後ろできないっていうか、はい、車高調じゃできない。あ、でダメなんですね、はい、まあ、車の元々の調整で車高調整、はい、あのキャンバー調整したりはできない。あ、はいはい、前がどうしてもストラットなんで。そうですよね、ピロで頭が触れるやつじゃないと、はい、そうですね、フロントのキャンバー調整ができないんですよ、はい。だからフロントキャンバー調整すると、はい、もれなくピローのなるじゃないですか、はい、そうすると結局ストロークがその分稼げなくなるんで、稼げなくなりますよね。ショックがもれなく短いのになって、なおかつこれフルタップなんで
より短いっていう。あ、そういうことですね。でもこのぐらいの車庫上だったら、はい、普通にビルシャインとかカーベイとかでもこのぐらいの車庫にできるんで、ね、なりますもんね。なります、なります、まあ、キャンバーもう少し起きてよければちょっとそっちの方がいいかな、いいかもしれないですね、うん、なんで乗り心地レビューは今回ちょっと車外の車庫上入ってるんで、そうですね、あんまり参考にはならないですね、かもしれないですけど、いやでもこの車の感じはもう、そうですね、僕も懐かしいです、ね、僕まだ離れて半年ぐらいですけどね。そうですよね、板尾さんのおっさんも改造してありましたからね、あのバキバキにやってありましたね。そうですね、はい、うわー、あれっていうかめっちゃ乗りやすくなってる。ちょっと待ってください、どんな感じですか。すげースムーズになってますよ、後期。すげースムーズになってる前期よりだいぶスムーズ。僕全然これ乗ってないんですよ、あそこに入れただけしか乗ってないんで。本当っすか、はい、なんか変速ショックもすげースムーズになってる。確かにこう横に乗ってても思うんですけど、はい、変速がすごいスムーズになってる気がします、ね、ですよね、はい、出足も減速時もめっちゃスムーズになってる。乗り心地は悪い変えましょう、これはこれは変えましょう。いやちょっと久しぶりに乗ってミニの良さをちょっと、そうですね、再確認しました。しますよね、これはいい車だわ。また楽しさもありますからね。ありますね。こう決してこう乗って何ていうんですか、すごく楽ちんな車じゃないじゃないですか。じゃないですね、はい、やっぱりいろいろアナログだし、はい、まあ、もっとその便利機能とかついてる車多いし、多いですからね、うん、けどそれを超えるなんていうんですか、こう疲れても楽しい感じ、はい、そしてもうこの車幅感覚とかもめっちゃ分かりやすいし、もう一番あれじゃないですか、あの慣れてるというか、はい、バッチリな車幅感覚じゃないですか、これ。本当にそうですよいやこの3ナンバーになって、はい、全然もうミニじゃなくなっちゃったとかって言ってましたね、はい、でなおかつそのクロスオーバーとクラブマンに関しては、はいはい、プラットフォームがもう一個大きいの使ってるんですよ、はい、だよりなんかちょっとこう大きくて残念とかって言われるんですけど、はい、いやそれでもまだまだ全然ちっちゃいっすよ。そうですね、届くっすもんだって助手席。そうですね、本当そう思います、うん、はい、だからもう人を乗せるのとこのコンパクトなちょうど微妙なところを取って、はい、本当こういうアナログなスイッチがもういいですよね。変わんないですよね。変わんないですよ、これ53だって BMW ミニになった時から変わんないですからね、はい、そうですね、こういうトグルスイッチで、はい、上もそうですもんね、ライト関係ですね、ルームライトとか。いや本当ですよ、だってエアコンなんかこのダイヤルですよ、もうマニュアルかっていうぐらいそうですねこれマニュアルエアコンですかっていうぐらい本当にこういうとこっすよ、見そうですね、はい、ただバランスよくあれですよね、こうスイッチをうまく使ってやってるのかなって気はしますね。そうですね、はい、最近本当にあの他のメーカーさんなんかこうすごく分かりづらい、はい、操作慣れるまでにちょっと時間かかっちゃうのが多くて、まあ、それも多分慣れとかなんでしょうけど、はい、特にパラメーラなんかも、はい、あと何ですかレンジとか、はい、もう全部フル液晶で、液晶の中で操作とかじゃないですか。そうなんです、そうなんです。そうするとこのミニとかのこう直感で操作できる感じ。そうですね、だから例えばちょっと借りて初めて乗りました、この辺にこういうスイッチがありますよって教えとけば、ね、多分すぐ乗れちゃうかなっていう気がします、ね、だってもうエアコンなんかもう想像通りじゃないですかそうです、ね、こう回せばいいんでしょっていう、そうですね、見てわかる温度もこう回すか戻すか、そうですね、はい、だから本当にフル装備でいろいろ快適装備が欲しい人はちょっとおすすめはできないかもしれないですけど、ね、はいはい、この世界観を楽しみたい人と、はい、今思ったんですけどミラー変わったんですね、こんななってたんですね。あれ形変わってます、形変わってます、若干変わってますね、はい、っていうか ここが変わりましたよね、はい、この盗難防止装置のここの形がこんなデザインじゃなかったと思うんですよね。もう一回りちょっと大きかった気がしますね、はい、縦にもっとそうですね、はい、で ETC がここっていう、はい、横そこは変わんないですね、はい、いやいいですよ、いいですね、やっぱりシートのホールド感もいい感じです。なんかね、僕も今違うの乗ってますけど、はい、またクラブマン乗りたいなと思ってたりするんですよね。いやいや、クラブマン本当にいい車ですよ、はい、もっとこれよりアクが強いのに乗りたい人は1個前の
はい、R55に、はい、あれも人気衰えないですね。衰えないですね。あれにでも変わる車ってないじゃないですか。ないですね、はい、うん、これもそうですけど、この車も普通のなんかワゴンとまた違うじゃないですか。違いますね。この観音開きないし、先代なんかこのクラブマンドアなんてあんなドアあるのそうですね、はい、しかもあれ左ハンドル設計だから、はい、あのこっちの車道側が開いちゃうっていう、はい、開いちゃうんですよね、はい、ああいうところもすげえいいなと思っちゃうんですよね。いいと悪いと、はい、好きと嫌いは別らしいですよ、はいはい、ああ、はい、そうですね、はい、いい悪いと好き嫌いは違うらしい、はい、違いますね、はい。でも車の完成度からしたらもう先代の R55 なんてちょっとえっていう感じですけど、はい、めっちゃファン多いじゃないですか。多いですね。乗るとあのちょっとコンパクトな感じとかすごくいいし、えっていうかじゃあ冷静に考えたらうちボンドグループミニオーナー割と多いっすね。っていうかミニ通ってきてる人もだいぶ多いですね。多いんじゃないですか。だいたい1回なんかだいたい1回って言っちゃおかしいですけど。そうですよね。結構乗ってた方いるんじゃないですかね。ですよね、はい、やっぱり1回はちょっと乗っといた方がいい、はい、僕2回乗りましたそうですか2台目を初めて買って、はい、買って、はい、初代に戻りましたから戻ったパターンですね前方どうだったんだろうかなと。あとは結構改造する楽しみがあるじゃないですか、はい、だ本当に初代のボロボロのやつ買ってきて全部直して直して、うんはい、確かに自分でこういじりたいとかっていう人にはちょうどいいお車なんでしょうね。いや本当にだってこんなに改造できる車ないですよ。ないですよね。あれだけパーツがいろいろ出てたりとかしますからね、はい、足回りにタイヤホイールにマフラーにエアクリに内装だってこうシート変えちゃったりとか、はい、ハンドルだっていろいろ出てるじゃないですか。出てますね。だって今それこそこのパドルとかこのマルチファンクションとかついてるから、はい、ハンドルってなかなか変えられないじゃないですか。変えられないですね、はい、けどミニの場合こう純正形状で社外品がいっぱい出てますよね、はい、出てますもんね。そうなんですよ。で内装のちょっとしたこういうパネルのカバーとか、はい、あーこういうところの、ね、色変える部品とか本当いろんなの出てますからね。あとはその内装だったらこうシートカバー、シートカバー多いですね。多いですね。みんな本当にこうちょっといろいろ思い出しました。メカをやってた時のハンドルいいんだよな。これわかります？このコブとか。コブ、そうですね。ないじゃないですか、はい、これ純正でこんなの、はい、このコブの大きさはなかなかないですよね、うん、で BMW になるとスポーツモデルってこう太くなるじゃないですか。太くなりますね。あの全体的に太いですもんね、はい、ミニ太くならないんですよ、はい、でそのコブがついたりとかってことですよね、はい。確かオプションのジョン・クーパーのハンドルでアルカンかなんかにするとちょっとだけ確か太くなったりするんですけど、現行はないのかな。 R 型はそうだったんですよ、はい、でも基本的に太くならないですよね。だからもう BMW ミニだけどちょっと BMW とちょっと違う、違うところですね。ちょっとじゃあスポーツモードにしまして、はい、ああいい感じです。いい感じですね。いいですね。なのがいいですよね。いや本当ですよ、ね、とっちらからない、とっちらからないですよ。早い、早いですね。早い、早い、早いすね、あれすげえ速くなってますね。これ早いですね。わあいい感じ、いい感じですね。気持ちいいな。いいな306馬力。いやいいっすよいやこれだったら普通に誰が乗っても、はいですね、飛ばせるし大丈夫ですね、はい、安心だし、まっすぐ進んできますもんね。いや本当ですよね。あんだけ踏んでも。え板尾さん FF の3ドアとか5ドアとか乗ったことあります？あるんですけど、はい、一時期ちょっとだけ乗ってたことあるんですよ。あ本当ですか、はい、なんですけど、はい、ごめんなさい、全然普通のグレードのやつなんで。あ本当ですか、はい、まあ、スポーツグレードジョン・クーパー S とかジョン・クーパーとかの FF って、はいはい、トルクステア結構あるんですよ。あだからガーッて飲むじゃないですか、はい、おーってなっちゃうんですね、うん、まあ、あれが楽しかったりするんですけどこれどこ飛んでいくか分かんない感じ、はい、四駆だと絶対それないじゃないですか。ないですよね。そういう楽しみで言ったらちょっとこうよくできすぎちゃってるかもしれないですけど、これそうですね。安定感は、いや安定感抜群ですよ。しっかりありますからね。
多分今の加速シーンで多分どれだけ安定してるかは分かっていただけるんじゃないかなって。いやまた音がいいな。いいっすよね、これで純正ですもんね。いやもう本当に変えなくてよくなっちゃう。しかもジョン・クーパーパンパン言うんですよね。あ、パンパン言いますね。言いますよね。これは変えなくていいな。いや変えなくても僕いいと思います。変えずにこの音ならですよね。ああめっちゃいい音してる。変えちゃってやっぱりうるさくなりすぎちゃうと、うんうんうん、ちょっとやっぱ使い方考えちゃうかなっていうのがあって、もう僕なんかこれある程度いい年じゃないですか、はい、でそんなのがえそうっすかはいって今普通に言ってましたけどいやでも TPO に合わせてこう、はい、そうですね、はい、まあできるのは必要ですよ、はい、そうですね、いい車本当にちょっと興味ある方には一回触っていただきたい。そうですね。そしてそういう方で一番初めに乗るのがこのクラブマンっていうのはすごくおすすめです、はい、やっぱりいい意味でこうなんていうんですか、悪が強くないというか、はいはいはい、個性的すぎない、すぎないですね。でこれにハマった方はこう3ドアのジョン・クーパーとか、そうですね、3ドアちょっと乗った方がいいかもしれないですね、はい、なんだったらもうバックしてもらって、はい、R56 とか R53 とか乗ってもらえると、はいはい、多分もっと楽しい。楽しいですよね。もう一番最初としてこれに乗れたらもう最高ですよ。だって普段使いも全然いいし、全然の問題ないですね。いや本当にでも後期めちゃめちゃ良くなってますよね。なんかすげえスムーズ車が、なんか僕が乗ってたのとちょっと違う感じがします、ね、横に乗ってて感じます、ね、いいな。ちょっと本当にいろいろ橋をこうしようと思っちゃいます、僕的にはそれあれいじってこれいじってですね、はい、あれ変えてっつってこれ変えて、いやいいな。いや本当にいい音してますよ。ちょっと何シフトダウンしちゃう。そうですね、これいいですね。よいしょ。うわー、いい音してんな。いや、本当にいい音です、これ。というか、後期になってうるさくなってる気がしますよ、ちょっと、うん、ちょっと音量上がってますよね、多分。ですよね、うん、そう、やっぱパワー出てると、あれなのかな、マフラーも、うん、いい感じです。お買い上げしちゃおうかな。ありがとうございます。さすがにでも3台ミニ乗り継いだらまあまあマニアックです。まあまあマニアックですね。いやでも3台とか4台とか珍しくないですからね。そうですよね、はい、もう素晴らしい方がいっぱいいらっしゃいますもんね、はい、ずっと乗り続けてミニ買うの4回目ですみたいな。結構それが珍しくないっていう。でこれ分かりますよ、でもハマる人はハマっちゃうの。いやちょっと懐かしい感覚もあり久しぶりに楽しい。楽しみました。あ、よかったです。ありがとうございます。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。はい、で板尾さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすればというか、はい、僕がもうこうしたいああしたいっていうのがいろいろ出てきちゃいました。じゃああれじゃないですか、今日はツッチーのやりたいことでいいんじゃないです か,、はいですかはい、僕だったらちょっとジョン・クーパー、はい、もう本当にさっきカメラマンが言ってたんですけどもう意見かぶっちゃうんですけど、はい、ジョン・クーパーらしくなくしちゃいます、はい、もうこのエンブレムとか、はい、ただ残念なことにこの F 型からこのベースがもうこの形になっちゃってますので、ね、はい、まあ、ここもう真っ黒黒とかになっちゃったりとか、はい、あとモールがやっぱりこうこのラインですね、前から来た時にジョン・クーパーってすぐ分かると思うじゃないですか、はい、分かっちゃいますからね。他のグレード乗ってる人はこう赤くみんな塗りますよね、塗りたいところなんですけど、逆にもう全然違う黒とかにして、そうですね、それいいかもしれないです。はい、そうです。あとはまあサイドスカットルなんかもこれ純正とかでいろいろ出てますんで、はい、ちょっともうちょっと目立たないようにしたりとか、はい、あとはタイヤホイール足回りはちょっと触りたいです、ね、はい、僕いいですか一つ、はい、もうね、前乗ってたやつがどうしてもこう同色だったんですよ。あ、なるほど、はい、なるほど、ちょっと同色にしたいな僕的にはって感じですね。確かに、はい、この素地のパーツがどうしてもこの、はい、白っちゃけてきちゃったりとか。そうなんですよね、これが後々、はい、でまたこうミニらしさを強調する部分でもあるんですけど、はい、
やっぱり高級感を演出するんであればこれボディ同色っていう同色にした方がいいですよね。定番カスタムでもあるんですけど、はい、メンテナンスも楽になりますから、はい、非常におすすめでございます、はい。まあ、本当にいろいろご相談いただければ、そうですね、本当に細かいところまでできる車だと思いますのでぜひご相談ください。あらゆるものがご提案できると思いますので、はい、ぜひボンド大宮にご相談ください。お願いします。はい、というわけで今回はボンドカーズ大宮よりミニクラブマンジョン・クーパーワークスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。